阪急京都線です。中津駅を通過。今から以前からずっと訪れてみたかった阪急梅田駅を訪れてみたいと思います。西日が綺麗だ。阪急梅田駅には阪急電鉄の神戸本線、京都本線、宝塚本線の菊阿三路線が乗り入れ、1日50万人が利用している西日本最大の私鉄ターミナル駅。先ほどから何度か高架を通過している通り、阪急百貨店の3階にぶっ刺さる形の高架駅となっています。また後で詳しく見ていきますが、10面9線の東端軸ホームを陣取り、床面積、そして線路数は東端軸ホームの鉄道駅としてはJR の駅も含めて日本最大の規模です。さあ、目的の阪急梅田駅に到着です。まずはこの改札見てください。横一列にずらっと並んだ改札、その数なんと43台。横一列に改札機が一列に並ぶ数は日本一の超絶光景です。コンビニの裏側は券売機になっています。こちらも規模がでかい。これら自動改札機はオムロにて世界で初めて製造された自動改札機です。1分間に最大70人をさばくことができるそうで、お値段は1台1000万円。お高いですね。巨大改札群の真ん前には阪急3番街と17番街があり、改札を出るとそのまま向かうことができます。こちらは2階改札内のコンコース。幅、奥行きともに広々としています。有名な午後市もあります。1号線ホームから見ていきましょう。1号線ホームから京都本線が発着します。京都線も同じく京都本線が発着します。先ほど10面9線がホームが並ぶと説明しましたが、3つの機関線が
それぞれ3線ずつ発着線を奪い合っており、4、5、6号線は宝塚本線、7、8、9号線は神戸本線の発着。運が良ければこのようなほとんどの路線に電車が止まっている光景を見ることができますよ。東山軸ホームの駅なので、バッファー部分には綺麗な花が植えられています。この光景も阪急ゆめが駅らしくて好きです。阪急梅田駅といえば知る人ぞ知る、これ1号線の先にあるタリーズ。このタリーズの窓側の席は超絶人気の席です。なぜかというと阪急梅田駅ホームを一望でき、その様子をコーヒーを飲みながら眺めることができるのです。自分も座ってみたかったのですが、待てど暮らせど一向に席が空かず、今回は断念しました。また次回リベンジします。ホームの端っこにやってきました。阪急マルーンも阪急電車がずらっと並ぶこの光景、圧巻です。特急が10分間隔で発着するなど、ひっきりなしに電車が発着します。
タイミングが良ければこのような同時発射もお目にかかることができます。この阪急梅田駅ホームの端っこは屈指の撮影スポットだと思います。この動画では一貫して阪急梅田駅と連呼してきましたが、阪急梅田駅は昨年大阪梅田駅に改称されています。ただ、自分的には阪急梅田駅のイメージが強いのでこの呼び方で動画を作成しました。今回は2時間ほどの滞在でしたが、タリーズなどを利用すれば丸1日居座ることができそうです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。